埼玉県の暴力団排除条例が改正されたことを受けて、埼玉県警は大宮駅周辺地区暴力団壊滅集中取締本部を新たに設置し、暴力団の壊滅に向けた取り組みを強化しています。4月1日改正埼玉県暴力団排除条例が施行されたことを受けて、埼玉県警は2日暴力団の壊滅に向けた取り締まりを強化するための対策本部を大宮警察署に新設しました。条例では、さいたま市の大宮駅周辺が特別強化地域に指定され、みかじめ料を徴収した暴力団員だけでなく、支払った側も罰則の対象になります。県警は大宮駅前で、禁止行為や罰則などが書かれたチラシを配り、指定地域の飲食店を個別訪問して、改正した条例を周知しました。暴力団のいない安全安心な街づくりのため、暴力団排除の取り組みにご理解とご協力をお願いしたい。